イベントにはこの3連休に合わせておよそ40組が参加。花と緑に囲まれた園内でバーベキューを堪能しました。中には薪から火を起こす手慣れた家族も。焼きたてのお肉の味は、お肉が美味しい。イベントでは持続可能な開発目標 SDGs に対する意識を高めてもらおうというさまざまな仕掛けも。例えば参加者に配られる食器は自然界で分解される植物由来の素材で作られています。また会場で飲み物や食べ物を販売する出店者は、食品ロスをなくす、紙製の容器を使うなど環境に配慮した目標を掲げて参加。 SDGs に対する機運を盛り上げていました。